今回お話しするのは、今話題の GoTo トラベルキャンペーンについてです。本日は7月中旬、東京にお住まいの方、それから東京を着とする旅行の方は対象外ということが発表されました。残念です。ね、7月、8月は観光シーズンであり、首都圏に限らず地方もこれから書き入れ時だという飲食店、宿泊施設、それから旅行会社ですね。期待してたにもかかわらず、期待を裏切られた結果となってしまいましたね。こればっかしは、まあコロナの影響で致し方ないですよね。感染第2波が来ていることですし、GoTo トラベルキャンペーンを全て、後ろ倒しにすることは難しいでしょうから、せめてギリギリのラインとして東京のみ対象外とするのは、いい塩梅なのかなとは思っています。東京除外と発着旅行や在住者のみ適用か、できれば高齢者、若者団体は GoTo 対象外。できればね、これもうダメなんだね。団体予約していると思われるものは適用外。宴席伴う旅行も利用控えてと。特に高齢者の方がね、旅行して集団感染して重症になってしまっても、ね、本人は大変だし、ご家族も大変、それからね、医療機関もたまったもんじゃないんでね、特に高齢者の方は気をつけていただき、あと若者の感染がね、20代、30代増えていると言われてますし、潜伏してまだ症状出てなくて気づかなく、みんなでワイワイやって、感染拡大の一助になってたら元も子もないですから、これはもうちょっと若者かわいそうだけど、団体はね、控えた方がいいですね。大学キャンパスでもクラスターが発生したり、あと夜の街でも若者ね、多く感染してますから、一部の人の徹底した感染防止をしてないがために、全国の方が自粛せざるを得ないよね。予防してても感染してしまった人もいるでしょうし、何とも言えないですよね。これに関わる業者、旅行業者も大変ですよね。すでに東京の方で予約した方からのキャンセル、なぜ東京だけだみたいな、なんとかならないのっていうようなことが相談できていると思われます。かくいう僕もですね、8月に家族で、旅行を考えていました。東京渋谷区在住ですから、今回の GoTo トラベルキャンペーンは適用外。東京都内での旅行だったら、クリアしてたかもしれないですが、北関東の方に、旅行行こうと思っていました。車で、限られた家族だけの空間だけで移動して、ホテル行きますけども、ホテルも室内のご飯でお願いする予定が徹底してもですね、市中内感染もあるでしょうし、ホテルにいろんな方、フロアロビーですれ違うでしょうから、少しでもリスクを回避するために、と東京在住がね、適用されているんで、自粛せざるを得ないかな。別に GoTo トラベルキャンペーンで割引されるからね、行くわけでもなく、割引されることは嬉しいことですが、それが適用されないから行くのやめたっていうよりも、世の中的に都民が行ったらイメージも良くないし、周りの人も嫌だろうから自粛することにしました。なので予約した時は全てキャンセルしました。キャンセル料は一応大丈夫でした。クーポンとかうまいこと利用して、かなり値引きされた形で、これ行くぞと意気込んでね、予約したんですけどね、しょうがないですね。東京在住の方で、GoTo トラベルキャンペーン適用でなくなっても、
もう予約したから行くっていう人は少なからずいますよね。そういう方はそれでもいいんじゃないでしょうか、ね、ご自身の意思なので。あと、まあ、ウィズコロナと言われてますし、どこ行ってもコロナに感染しないとは言えません。都内に住んでるから都内に動けば大丈夫という問題じゃないし、まあね、人に感染させない、特に地方はまだ感染していないところにわざわざ感染されているかもしれない。人間が行くのは、ね、危ないんで、人のために行かないっていうのは一つの判断かなと思っています。本当はね行きたいですけどしょうがないですね。なので今年の夏はおとなしく都内にいます。出身は埼玉です。こうした方は SNS に上げると思います、ね、全然いいと思いますし羨ましいなと思いながら僕は見ます。で多分怖いのが SNS 上げて県またいだからってその危なくないですかってコメント入れる人がいますよね。先日も僕の友人が東京から実家のある県に車で行くっていう投稿をして、まあね、孤児の人が多いんですが一部は大丈夫なんですか県またいで、東京の人が外出ると危ないんじゃないですかって入れる人いるんですよね。もうそういうのやめましょう。みんなわかってます。行く理由みんなそれぞれあると思います。できっちり予防した上で言っていると思います。もう信じましょう。人のことをとやかく言う前にまず自分自身、自分の周り、友人、親族に感染しないように、自分が感染しないようにそれだけを考えましょう。 SNS でわざわざ他人に対してネガティブなコメントを入れるのはやめましょう。と SNS でネガティブなコメントを、ね、入れて命に関わった人もいますし、もうほんとそんなところにパワー使うぐらいだったら自分のためにパワー注ぎましょう。ちょっと話は脱線しましたが、あの GoTo トラベルキャンペーン、東京はいつ適用になるんでしょうか。せめてね落ち着くって言ったら早くて9月かな。遠方となったら沖縄ですね。嫁の実家が沖縄なんで、あとはおじいちゃん亡くなったんで北海道札幌、いつ行けんやら。友達との旅行もしたいけどね、こればっかしは。てな感じで、今日はここで終わります。